イベントが中止になる中、今日こうして舞台に立たせていただけるということで、部員一同今日の本番を楽しみにしてきました。皆様に最後まで楽しんでいただけるよう精一杯演奏を演技します。さて、先ほどお送りいたしました曲はリブシェファンファーレマーキュリーでした。この曲は来月の全日本マーチングコンテストでも演奏します。続いてお送りいたします曲はゲバゲバ90分愛の You Want Me マツケンサンバ映画ララランドよりアナザーデイオブサンの4曲をメドレーでお送りします。これらの曲は今年私たちがパレード曲として選んだ曲です。今日は隊列を組んで演奏することはできませんが、パレードの雰囲気を楽しみながらお聴きください。それでは、どうぞ。Thank you.
Thank you.
ために練習に取り組んでいます。また来年1月22日神戸国際会館国際ホールにて第25回定期演奏会を行います。定期演奏会の詳細は本校吹奏楽部のホームページに今後掲載していきますので、そちらをご覧ください。さて次でいよいよ最後のコーナーとなりました。最後にお送りいたします曲は今年の時にの音楽曲サンチェスの子供たち塔の上のラプンツェル抱きしめてツナイトです。この3曲は座奏体系でお送りします。かっこいい振りや楽しい振りにも注目しながら最後までお楽しみください。本日は本当にありがとうございました。